相手がこう飛ぼうとしているかっていうところを見てます。まあ、その一生懸命頑張っている私たち子どもたちに一言いただいてもいいですか。はい、やっぱりあの僕たちもこの僕はね30今年で5になるんだけど、まあ、この年になるまでやっぱああやってこう一生懸命こう、まあ、しんどいじゃん、こうあのバスケするのってあの体力的にもしんどいし体的にもこうしんどくて、まあ、精神的にもね僕は負けたので辛い時期もありましたけど、やっぱり本当にあの楽しいスポーツやし、こうみんなでやっぱりこう協力して一つのこう勝ちを取れるっていうのが、まあ、バスケの魅力なので、あの楽しみながら、まあ、勝ちにこだわりすぎず、やっぱりみんなが上手くなるのが一番だと思うので、楽しみながら上手くなれるように一生懸命頑張ってください。